さあということでもうすごいのが始まっちゃいましたよ。すごい企画ですよね。恥ずかしいところ見せてしまってすみません。いやそういう認識はそういう認識があったんですね、うん、やっぱすごいですよね、このもうまっすぐまっしぐら感っていうか、自分を信じる力、うん、そう周りを振り回す力、でそして否定するのが早い、はい、もう首がガクガクの急ブレーキで、でもとにかくそれだけ、うん、まあ、うまかった、うん、それだけやっぱもう思い出に残るっていう、もうでもここまで来たらもう 見ないことにはもう俺ももう、うん、あのもう殴るかもしれない、ね、あのほらあのいただきます、ごちそうさまでしたっていうのはさ、はい、うん、あのお父さんお母さんにいただきますごちそうさまでしたって言わないとさ、食うなって言われちゃうじゃない。だからちっちゃい時は、うん、両親に対していただきますごちそうさまでしたって言ってたんだけど、うんうんうん、あの10年前だか20年前だか、うん、ごちそうになったあの女性の締めてもらった鶏飯から、うん、僕は命に牛に豚に鶏にいただきますごちそうさまでしたっていうあの女性に出会ったことはきっかけでそう思えるようになったわけで、ほら今は夏休みということだから、はい、あの視聴者プレゼントで、あ、その、うん、あの多分パンチさんが感動したのは、うん、こう命をいただいてるんだっていうのを感銘を受けたわけですよね。 それをお父さんお母さんがそれ伝えてほしいと思うんだよね、はい、これを本当にパンチさんが持ってきて、うん、急によ、うん、ほら俺絵本をプレゼントするの好きな人じゃない、うん、俺さ、うん、そんな人は、ま、会ったことないじゃん、うん、あのこの女の子が牛育ててるあれでさ、うん、でストーンってやられてそういう話なんだよね。うんうん、それだけ聞くともうすごくうん、うん、あれですけど、そういう、うん、分かります、うん、感謝して、うん、していこうっていう、うん、これ3冊プレゼントしたいと思いますので、すごいですね、FBA さんこちらまで、もうこちらまでっていいのかな、はい、ですかね、はい、もうちょっとあの V を見た後、うん、この話で絵本プレゼントで、うん、もう俺はどうしたらいいか分からない難易度高すぎるということで、また来週ね、来週どうなるのか言っちゃってましたけど、キュッ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 食べるんですか、ごちそうさまでした、また言っちゃってるし、まあどうなるか分かんないで、分かんないんだ、みんなもう今回見たんだったらもう見ないともうね、そうですよ、あの嫌でしょうなんかね、すっきりしたいですもんね、そうですね行列のコーナーもあります、はい、ぜひよろしくお願いします。